はい、ビトいらっしゃい。何がいいかな。どんな名前がいいんだろう。はい、ワード2、ショーサボロさんいらっしゃい。いや、タイトルね、株主募集とかやめた。あんまりなんかそのいいやと思っていいやと思って、あんまりなんかあんまりそういう公にする話でもないなと思って、別にね、仲間内だけで楽しく回した方がいいやと思って、なんか昨日会う人とかさ、やっぱ配信が好きな人で回した方が絶対いいもんね。うん、やらしいよね、ちょっと、ね。ヨンヨンさんこんばんは。だからまあ普通にいいんだよ。まあ身近にいる人たちからさ、面白いじゃん、やろうよっていう感じで仲間集めていく感じで。アメさんいらっしゃい。そうそうそう、口コミでさ、うまくいったら別にさ、株なんてどん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 買う人増えるしさ、あえてこっちからなんかできることやっていけば形になると思うから、もうちょっと明確かつ詳細になれば協力者は増えそうだけどね。いや、要は結果出していったら結局その株ってどんどん値上がっていくわけだから、だからその例えば少数でさ、100、10口限定で10万円だと、10口限定で少ないな、例えばなんだけど50口限定で株を発行するんですよ。50口で株を発行する。で、50口でかける10万円でやると500万集まるでしょ、マックス。500万。で、今度500万以外は売らないんですよ、株自体を。で、株欲しいっていう人、じゃあ第二次募集しよう、募集するって言って。で、株売る人と株保持するっていう人を聞いて、どれくらいの割合でその株っていうのを売り買いするかっていうのを決めて、新規株発行すればいいわけじゃん。で、その人たちは、どれくらいの値段でやるっていうのをさ、決めちゃえばいいわけだから。じゃあ、その10万で買った人たちで20万で売ろうかとか、そうそうそう。そうやってやっていったら楽しいじゃん。自分たちで何でも決めて。でも結局今のメンバーでいいよねっていう風になったら、じゃあなんか債券でも出すかとかさ。それでいいんだよ。今のメンバーが一番いいよね、株主は、とかさ。なんかあんまりごちゃごちゃした人とかうるさい人入れたくないよね、っつったらさ。ベンチャーなんだから。もともとだって、その、お金がそんなに必要な事業じゃないけど、あったらあったで配信会が盛り上がるのは間違いないから。金儲け楽しいよね。ハマると面白いよね。そのビジネスアイディアと噛み合うとね、やりたいことが。でも結構うまくいくと思う。で、もしこの配信会がでかくなった時に、リアルにその影響が受けるから。どっからアイディアって浮かんでくるの？俺がもともとウェブで今ね、配信で食っていけるようになったから、個人事業で新しいことやろうと思って、ドメインと、要は、自分のオリジナルサイトを年間1万円で買ったんですよ。で、そのサイト収益をどうやって賄うか。要は1万円をまずクリアしないといけないの、年間の売り上げを。それが今目標で、何をやろうとしたかっていうと、俺がだよ。和道の異常なゼミナールっていうサイトで、俺が配信者の格付けをしようとしてたの。闇将軍5点とか、ゆいがさん97点とか、石川のりゆき100点とか、そしたら記事として面白いなと思って、アドセンスで稼げるなと思ってたんだけど、このアイディアって、もし、ちゃんと俺がやるんじゃなくて、厳格な基準でやる会社があったら面白いなっていう話をしたら、あれこれ、他人なんじゃねえかなっていうところから、ポン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 出てきた感じ。要は、普段悩ん、3ヶ月ぐらい、自分のサイトの売り上げをどうするかっていうのが、もっとこれ、でかい話にできるなと思って、ひらめいた感じだね。答えが出た感じ。あ、これ自分の個人でやるレベルじゃないなと思って、もっとその、厳密に厳格にやってくれる機関みたいなのがあったら盛り上がるなっていう。そんな感じ。だから普段、なんつうんだろう、その、生活どうしようとかさ、なんつうの、どうしようどうしようって考えてるから、
逆にパッとたまにひらめくことがあるんだよ、何にも考えてない時に。だからあれじゃん、普段の悩みが今解けたんじゃん、雑談してることによって。あ、月1万稼げるのすごいんだ。僕がね、ワードプレス覚えたてで、全くサイトができてないんですよ。だから、全くの素人ですね、そこは。今、サイト運営はやってたんだけど、サイトの構築をやってて、すごい大変ですね。技術者雇った方が早い。まあだから会社とかって育っていけば育っていくほどさ、やっぱり取り巻きの人とかが強くなっていくから面白いよね。のんたんにさっき聞いたら分かんねえって言われたね。ワードプレスのテーマは SEO に強いやつだね。ちょっと見てみるね、今。なんだったっけな。ワードプレスのテーマは、今見てみます。シンプルデザインとかじゃなかったっけな、なんだっけ。今ログインして見てみる。そぼろさんありがとう、すごいな。ウッドマナ、でもまだ完成してないんだよね、途中で放置してんだよね、自分のサイトは。テーマどこだ、テーマ、アイカン、テーマ、ワードプレスの今テーマは、テーマ詳細、シンプリックシティ、なんて読むんだろうこれ。シンプリックシティ2。シンプリックシティ2ってやつかな。今選んでるテーマは。それになんか、いろいろプラグイン追加してますね。シンプリックシティ2ですね。新しいフォロワーさん、弥生さんフォローありがとうございます。シンプリックシティ2だって話でね。和道さん何人兄弟、俺が長男で、妹弟腹違いの弟だから4人兄弟で、実質本当に家族としてちゃんと生活をしてたのはこの2人。腹違いの方は、血が半分つながってるだけ。でも、仲いいですよ。だから、4人兄弟なんだけど、普通の家庭で言うところの3人兄弟だね。の長男。全然普通の話題でいいよ。そう。妹と、弟はね、YouTube に動画が残っててね、よくね、似てる似てるって、笑われてましたね。弟と一緒に会社をやってたんですよ、昔。千葉県の、お店を、紹介するポータルサイトを運営してて。いや、俺、家族と全員縁切ってるから。まあ、可愛いですよ、弟も妹ももちろん。ただもう、会ってないですね。弟とは何年会ってないんだろう。弟はもう6年、妹は7年とか、母親も7年会ってないかな、ばあちゃんとか。僕は家族と全員縁切っちゃったんで。ほら、オレオレ詐欺で逮捕されたでしょ。だからもう家族とは縁切らないとと思って。あ、全然何でも聞いて、失礼じゃないよ、全然聞いてください。全然聞いてください。はい、こんばんは。国武剛さんいらっしゃい。あ、もう飲んじゃったか。そう、水取ってくるわ。水取ってきます。
オレオレ詐欺ね、やってたんじゃなくてね、会社の営業を手伝った認識でいた、それがオレオレ詐欺で思いっきり詐欺事件だったっていう。記事を適当に足していけばアクセスが集まるよ。へえ、すごいね。ちょっと調べておきます。アフィンガー4。へえ、アフィンガー4。うん、ありがとう。ワードプレスめちゃめちゃ便利だよね、本当に。ワードプレスはすごいと思った。もっと早く作ればよかった。今さらやるのが遅すぎるよな、マジ。なんか HTML とかで作ってた頃が懐かしいよ。便利だよね。お、稲子だ。便利ですね。めちゃめちゃ便利だよね。懲役は言ってないですね。執行猶予す。ちょうどね、執行猶予が4年前、食らったんで、やっと解けた感じですね。あ、そうそう、みんな言ったっけ？本当に、いろいろ紆余曲折ありましたが、去年の12月に、執行猶予が終わりました。はい。いろいろと節目の時期です。はい。やる気になってくれてよかった。いや、もう最近減らってましたんで。水分めちゃめちゃ取るよ、俺。だからデブなんだよ。ね、結構ね、太る原因ってね、塩分を取るのと、水分が結構重要で、よくさ、人間の体のほとんどは水分でできてるっていうじゃん。ありがとうございます。花火ありがとうございます。いや、おめでとうっていうかね。あくまで自分が過ちを犯したんで、本当にね、それを償っていかないとなぁとは思ってますよ、うん。ありがとうございます。仕事サボるさん。仕事サボるさんから花火いただきました。ありがとうございます。塩分をよく取る人は、塩分って水を吸うんですよ。だから太るんですよ、簡単に言うと。そう、水だけ取ってもね、太らない。水を蓄える媒体が必要なんですよ。いっす、ありがとうございます。ね、じゃあね、ヨンヨン多分太ってるでしょ。ね、水分と塩分めっちゃ取る人と炭水化物取る人はちょっとむくみやすい体質なの。だから太ってるかどうかはあれかもしれないけど、絶対朝方むくんだりとかするはずで、自分のむくみが取れない原因が分かんないはず。それね、塩分です。当たってるでしょ。むくみ体質でしょ、絶対。そうだよ、俺も塩分よく取るようになったからむくむもん。あ、太ってないね。失礼しました。いや、それが0円です。はい、0円です。うん、0円です。はい、
俺はその知り合いの会社手伝った。だから執行猶予で済んだんだけどね、逆に言ったら。1円ももらってないんですよ。ワドさん配信始めたきっかけ。じゃあまあ、俺が配信始めたきっかけっていうのが、3年半ぐらい前かな？ 3 年と半年前の時期に配信を始めました。おはちいらっしゃい。で、塩分控えすぎてもダメだからね、バランスよくね。で、僕はですね、もともと19歳の時にライブハウスを経営してて、22歳の時にフリーペーパー、地元のフリーペーパーを作って、23の時には会社を作って、ポータルサイトの運営やって、その後っていうのはネットワークビジネスっていうのをやって、ネットワークビジネスで不労所得を得ながら、あれをやってたんですよ。シェアハウスをやってたんですね。シェアハウスやってたのいつぐらいなんだから。田舎の方だったからシェアハウスっていう概念はなかったんだけど、今で言うとこのシェアハウスとかゲストハウスとかそういうのをやってて。でも全く働かなくても月40万ぐらい入ってたんですよ。遊んで暮らしてて。で、起業家仲間とかとこういう次何やろうよとか、儲け話何やるみたいな、結構楽しい生活をやってました。で、ある日さっきも話したけれども、友達の、まあ会社を手伝って、友達の友達だね。知り合いの知り合いの会社を手伝ったら、それが詐欺事件になったと。で、会社をクビになりました。ネットワークビジネスの。で、そのルームシェアの方も取引が、まあ2ヶ月半、牢屋の中に入ってたんで、留置所に入ってたんで、ダメになりましたと。で、当時付き合ってた彼女がいるんだけど、まあ、俺はもう実刑だよって弁護士さんに言われてたし、前例がなかったんですよ、執行猶予がつくって。ほぼ実刑確定だったんだけど、2ヶ月半も1年半ぐらいは刑務所に行くんだろうなっていうふうに覚悟はしてたんだけど、いざその判決が下ったら、実刑1年半、執行猶予4年。要はシャバに出ていいよっていうふうになったんですよ。そうそうそう。だから六本木ヒルズとかでさ、表彰されたりとかさ、芸能人と飯食ってたりとか、そういう生活をやってたんですよ。で、まあ、それがダメになって、まあ、で、まあ、その刑務所から、刑務所じゃない、その裁判が終わって手錠が外されて、シャバに出た瞬間に、弁護士さんに、A4 のプリントアウトの紙ペラ2枚渡されて、実は彼女さんと相談して隠してた、心配させたくないから隠してたんですけどって言われて、ヤフーニュースのトップに載ってたんですよ。そう、詐欺事件のことが。僕の実名が載ってて。で、その時あんまり実感がなかったのね、よく。っていうか、シャバに行くと思ってなかったから。で、自分の生活がもう、どう立て直すかっていうことよりも、刑務所に入るっていうことを頭に入ってたから。で、まあ、だんだん分かってくるわけですよ。それが、まず、新宿、僕は成田に住んでたんですね。千葉県の。で、彼女が、奈良の警察署で逮捕されたんだけど、車でブーンって向かって、新宿に降りたんですよ。で、新宿に降りて、3日間ホテル、なんかビジネスホテル用意してくれてて、3日間は何も考えないでゆっくりして慣れてくれって言ってくれて。で、そのホテルで過ごしてました。で、まあ、働こうと、まず。で、バイトを探すんですけど、その間の生活1ヶ月間ぐらいっていうのは、中野っていう駅、中野ブロードウェイの中で、1ヶ月契約7万円で、過ごせる。要はね、インターネット難民だったんですよ。で、彼女がその7万円を出してくれて、1ヶ月間ここで生活しててって。で、カップラーメン食ったりとかしながら、アルバイトを探してたんですけど、やっぱ自分の本名っていうのが、ヤフーのトップニュースに載ってたっていうのもあるし、住所が、その当時千葉県で、僕、要は住所不定無職だったんですよ。簡単に言うと。不労所得は持ってたけど、ホテル暮らしをしてたから、その時っていうのは、住所不定無職の状態に一気に落ちちゃったの。で、ホームレスになったと。で、結局受からないんですよ、仕事が。で、やばいやばいと思って、そのまま1ヶ月半ぐらい過ぎた頃に、いきなり、小学2年生の時に離婚した親父から電話がかかってきたんですよ。知らない番号から。で、親父で。で、まあ、いろいろあって。まあ、ああ、シャバに出てたんだ、つって。
で、家族とはどうすんだって言われて、まあ俺は縁切ると、もう会う気はないっつって、そうかっつって、お前ちょっと会いに来いって言って、分かったっつって、会いに行って。で、親父の家で生活することになった。俺と一緒に人生立て直そうっつって。で、その親父との生活が始まるんですよ。で、じいちゃんとばあちゃんが別のマンション、要は上の階に親父がマンション持ってて、下の階にはじいちゃんとばあちゃんマンション住んでて、別の階なんだけど、同じ建物の中でじいちゃんとばあちゃんと親父と新しい奥さんと新しい子供と生活をしてたのね。で、じいちゃんはもう死んでて、で、ばあちゃんはアルツハイマーになってたんですよ。で、ばあちゃん一人暮らしだからっていうことで、死んだじいちゃんの部屋に住むようになったんだけど、2週間経ったある日、泥棒って叫び始めて、で、ばあちゃんどうしたのって言ったら、俺に言ってるんですよ、泥棒って。要はもう、高光ってすごい可愛がって、タカタカって言って可愛がってくれてたんだけど、もう、その頃のイメージってやっぱ小学生とかのイメージなんですよ。で、ばあちゃん、高光だよ、ばあちゃん高光だよ、つって、覚えてないっつっても、あんたなんか知らんってなって、でももう完全にボケちゃってて、もう警察行くって言って。で、夜中の2時だったんだけど、親父にすぐ電話して、助けてくれっつって、もうばあちゃんが気づいてくれなくて、こうでこうで、泥棒って叫んでて、警察に行ってるんだけど、っつって、もう聞いてくれないって言って。で、親父がその場でバーって、高光だよって、孫の顔忘れちゃったのかよって迎えに来てくれて。で、親父の顔は覚えてたから、その時は。たまに親父の顔も忘れちゃうんだけど。で、それでばあちゃんをこう寝かしつけて、その日に荷物まとめて、ごめんって言って、もう時間が経ちすぎてるから、ここ俺入れないわって言って、なんとかなるから、死にはしないからっつって、ありがとうって言って、満喫に戻ったんですよ。で、その時に、実は親父の部屋にいる時に、そういろんな仕事を受けてたの。で、その時に、親父のその新しい奥さんが、こんなのどう、高光くんって言ってくれて、東京都がやってる、要は働きたい人募集っていう、その生活保護の手前の制度で、介護士の資格が取れる。で、給料も生活費も全部出す。資格代も全部出すと。ただその代わり、最低でも3年間は、資格取ったら3年間は働かないといけないという助成金制度があったんですよ。で、新宿区にそれが、問い合わせ窓口があって、そこに通ってたの、俺は。もうここでやり直そうと。要は、おじいちゃんとかの糞の世話、お風呂の世話とか、介護士とかの仕事をすれば、まあ、給料は安いかもしれないけど、食いっぱぐれもないし、寮も、その、学校代も勉強代も全部、国が、都が出してくれるの、東京とか。で、そこにかけてて。で、面接官が、実はこの募集かけて30人定員なんだけど、全然人が集まってないから、若い人が来ないと。で、その時俺28かな。だからすごく助かるって言われたの。30歳限定だったんだけど、若い人が全然来なくて。で、もう、はっきり言って定員割れし、定員がもう全然来ないんで、受かりますって言われてたのよ。で、正直その島津くんがやってくれるのは嬉しいと。でも何回も通ってて、もうトントン拍子になってたから、もうそこに入るっていう予定だったの。だからそれもあったから満喫戻るわって言ってたんだよ。で、最終提出日の書類提出日に何て言われたかっていうと、ごめんなさいって言われたの。で、何がごめんなさいなんですかって言ったら、この制度は東京都民だけの制度なんですよっていきなり言われたのよ。書いてないんだよ、そんなこと募集要項に。東京都の税金で賄われてるから、東京都民じゃないとって言われて、俺その時も悔しくて本当に、もうボロボロ泣いて帰り道に。もう、だってその人も悪いわけじゃないし、別に国の人が悪いわけじゃないし、全部自分が悪いじゃん。でももう悔しくて悔しくて、その働きたいのに働けないし、どうしたらいいんだっつって、もう心折れちゃって。で、もうずーっとよぎってたのよ。もう死のうかなって、本気で。もう生きていけねえわ、と思って。で、そのばあちゃん子だったから、ばあちゃん大好きだったから、ばあちゃんにもう名前忘れられたりとか、親とかもいなかったりとか、もう親とも縁切ってたから、その時とか。で、もう彼女に満喫代出してもらってて、もう3ヶ月ぐらいになると。トータル2ヶ月だよね。
親父の家に何週間かいたから。でもこれもう死なないとダメだわと思って、まあいつものその中野の、いや今でも多分ね、中野行くとだからね、ちょっとなんか変な感じになるんだけど、中野ブロードウェイにある満喫行くとね、なんかすごい切なくなるんだけど、もう、ああもう死ぬしかねえなっていうのはあったの、どっかに。で、まあネットでガタ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 やってたのよ。その時の本っていうのが今でも、も持ってるんだけど、だからこういうのだよね。これ結構その自殺する人には有名な本なんだけど、これ聞いたことあるかな？完全自殺マニュアルとか。だからもうこういう本読んでたのよ。で、死に方とか調べ、これもう死に方のテキストで、もうバイブルって言われてんだけど、そう、死ぬ方法っていうのはどれが苦しくないとか、どれがインパクトあるとか、どうなったとか全部書いてあるのよ。で、こういうのとか読んだりとか、知ってるでしょ？結構サブカルでは有名な本なの、これは。今多分発売禁止になってんじゃないかな。どうなったか忘れちゃったんだけど、そうそう、絶版になった。もう発売禁止になってんのかな。手に入れるの結構ちょっと、ネットとかでは売ってんのかな、わかんないんだけど、その時手に入れて、古本かなんかで。で、どうしようかどうしようかって言ってる時に、一個だけ気になったことがあるんですよ。自分の中で。犯罪を犯した人とか、刑務所の人ってどうやって社会復帰するんだろうって思ったの。だから今の状況だよね。俺は刑務所には行かなかったけど、前科がある人ってどうなってんだと。だから普通はだからヤクザとかが親分さんとか面倒を見てくれんだろうなと思ったけど、ちょっと興味あるじゃん。で、2チャンネルってあんま見なかったんだけど、2チャンネルにたどり着いたの。そしたら2チャンネルが何て言ったかっつうと、みんなが生ポ。生ポしかない。俺も生ポだわ。やっぱ生ポだよなって、知らない単語をずーっと書いてあるの。もうなんか、スレッドブワーって何個もあるんだけど、1000スレッドで終わるじゃないですか。そのうちのね、3分の1ぐらいが生ポっていうワードで構成されてたの。その前科者スレッドみたいなのが。生ポってなんだってなったの、俺の中では。俺知らなかったんだよ、本当に。生活保護もあんまりよく知らなくて、生活保護知らなかったと思うの。で、生ポ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 なわけですよ。で、何言ってんのか正直わかんなかったから、生ポって検索したら生活保護と。ほうと。で、今度生活保護っていうワードでいろいろ検索すると。そうすると NPO 法人のもやいっていうところとか、要は自殺しないでください、生きる道がありますとか、憲法25条とか、共産党とかいっぱい出てくるんですよ。でもその日、多分ね、30時間ぐらい起きてて、もう覚醒してんのよ、もう死のうと思ってるから、もう寝れなくて。でも必死になって生ポをずっと検索してって、で、朝になったら、俺は死んじゅ、もう死ぬ気だったよね、ほんと。これでダメだったら死のうって本当に思ってたから。そういうつもりでもう、新宿区役所行った。で、その時に2、3時間話して、もう全部話して、もう死のうと思ってるっていうことも全部話して。で、その時いくら渡されたかな？要は、2週間待ってくれって言われた。2週間生きるのに、そう、もう本当に死ぬと思ったね、俺は。あ、ありがとう、頑張るよ。で、その時に、まあ生活保護の審査があるから2週間待ってくれって言われたの。だから俺はダメだと思ったの。もう終わったと思ったの。あ、水際作戦かと思ったんだけど、いくら必要って。2週間生き抜くためにはいくら必要って言われたのよ、その時に。で、2万って言ったの。リアルだろ。2週間生き抜くためには2万あったら絶対死なないって言ったの。そしたら2万で、いや、俺は今死なねえわ。話聞けや、ちゃんと。で、2万渡されたの。要は生活保護をもらう前に渡されたの。要はこれで食いつなげと。だからみんなが思ってる生活保護とは違うんですよ。そう。で、2週間後、個室を用意された。そこで、まず、やれって言われたことっていうのが、住民票を移すこと。で、まず何も考えないで、生活を3ヶ月間は何も考えないで生きることを考えなさいって言われたの。その飯をちゃんと、もうガリガリだったから、生きるとか。あと、相談をしてくれって言われたの。その、ケアする人がいる。施設だから、そこは。で、個室を用意されて。で、
そこでぼーっとして、要は生を謳歌しての、何にもしないで、その事件のこととかも詰まってる、そのホームレスのことも詰まってる。で、何にも考えないで、とにかく飯を食う喜びとか、何もしなくてもいいから安心したって、もう日本に生まれてやっと生きていけるって言って、すげえ国だと思って、もう普通にやってたんだけど、その時に3ヶ月、ちょっと話長くてごめんね、大丈夫？話長くていい？まさかさ、リスナーもさ、たまごちゃんのさ、和道さんの配信始めたきっかけを教えてくださいからさ、こんなに長いのと思わないよね。配信、楽しそうだったからとかじゃん、普通。いや、誰々に憧れてさ、とかでしょ。違うの。すごい壮大なストーリーなんだよ。で、大丈夫？たまごちゃん聞いてる？聞いてるかな？楽しい？で、まあ、ちょっと話逸れちゃってるんだけど、ありがとう、ゆう。楽しんでて。で、まあ、その時に、まあ、やることないわけですよ。で、これは、仕事やってた時から、だから、ビジネスやってた時から使ったパソコンだから、パソコンは持ってたんですね。たまごちゃん聞いてる？で、その時に、やっぱり、ナマポの人が住んでる施設だから、みんなメンヘラなんですよ。ほぼ。ほぼメンヘラなんですよ。で、その人たちと仲良くなってくるんだよ。で、その時に、仲良くなったおじさんが、いやー、うつつらいよ。もう死にたいよ。って言ってて。で、俺、その挙動があんまりにも面白いから、ずっとニヤニヤ笑っちゃったの。俺ってさ、ほら、なんか、変わった人とか面白い状況になるとさ、悪い笑いするでしょ？ケタケタ笑うでしょ？もう、この辺、こうなってるわけですよ。わかる？もう、こういう顔してるわけよ。そのおっさんの感じが面白くて。で、そのおっさんがいきなり、怒ったの。ブチ切れて、その人精神障害者手帳を持ってたんだけど、お前の方が障害者だよ！ドーンってファミレスでやられたのよ。思いっきり怒られちゃって。俺、ケタケタ笑っちゃって、もうそれ見て。すごい今でもね、仲良かったおじさんなんだけど、お前の方が障害者ドーンってやられたの。で、おおと思って、じゃあ病院行きますって言ったの。で、その人が通ってる病院に行ったんですよ。悪い笑いをしたって、悪意はないんだけど、それは別に誤解ないよ。その時はドーンって怒ったけど、その関係は修復できたんだけど、いや、顔に出ちゃうんだよ。で、そしたら、まあまあ、なんだかよくわかんないけど、通ってくださいと。ちょっと変わった子だな、みたいになって。で、通っていくうちに、昔から変なところがあったから、で、3ヶ月間ぐらい通った時に、まあ要は、うつ状態にはなってるわけじゃん。自殺とか考えたりとか、統合失調症状態にはなってたから。今は全然、軽くなってるんだけど、それで、ドクターストップっていうのがあるんですよ。要は生活保護で働く義務っていうの、働いてくださいねっていうのは毎月言われるんだけど、とりあえず、今、病気を治すことだ考えろっていうことで、医者の診断書で、区役所に電話して、この人働かせないでくださいっていうドクターストップっていうのがあるの。で、俺は働きたいっつったんだけど、ダメだって言われたのね。で、役所の人も分かった、病気治すことに専念してって言われたの。で、その時に半年間ぐらい経って、アスペルガー症候群っていうのに気づく。要はなんでこの子笑っちゃうんだろうっていうのに気づくわけなんだけど、それはそれ、また別の話ね。で、まあ、病院通うのか、打つか、とか、やることねえなって言ってたら、この動画に出会ってしまったんですよ。一本のある動画に出会ってしまったんですよ。その動画の音を聞いてください。それがこの動画だったの。暇で暇で見てて、なんかいろいろ YouTube 大好きだったから、 YouTube 見てたらこの動画に出会ったの。しまってね。いくよ。トレーニング中ってことだよ。本物に。アサヒビール、マツダの提供でお送りします。取材が始まったのは
去年12月のことだった。よかった、地上の方がいいよな、あれよな。お前ゆうついらっしゃい。の方が夕食はいつも外食。この日も行きつけの店に。はい、一発。はい、一発だ。よし、目に遅いな。顔と名前はもう待ち中。分かったでしょ、分かったでしょ。要はここで俺ね、あの基質的にサブカルとか好きだし、ドキュメンタリー好きだから、情熱大陸をひたすら見てたの。そしたら佐野智則の情熱大陸に出会っちゃったんですよ。それが配信始めるきっかけだから、俺がうな尊敬してるっていうのを分かった。全部つながったでしょ、うん、俺がうなちゃんマンをなんで師匠だって言ってるのかとか、なんでこんなうなって言ってるのかとか、要はこの人が俺を配信者にしたきっかけなの、うん、いやこれうなちゃんマン、そうそう、だからうなの情熱大陸を見たの、うん、そういうこと。そっからが俺の配信人生の始まり、うん、うなちゃんマン情熱大陸出てますよ。知らないの？うな情熱大陸で検索してごらん、うんうん、出てますよ、うんうん、うな情熱大陸で寝る前見てください。腹抱えて笑いますよ。いや出てるでしょ、佐野って言ってたでしょ。え、何知らないの？みんなうなちゃんマンがレジェンドって言われてんのは情熱大陸出てるからだよ。だからナレーションも佐野って言ってるじゃん、うん、出てる出てる出てるよ。もう聞いててごらん、佐野って言ってるから。取材が始まったのは去年12月のことだった。よかった、地上の方がいいよな、うなの声じゃん。ほらいいべお前、こっちの方が。夕食はいつも外食。この日も行きつけの店に。はい、一発。はい、一発だ。一発だ。よし、目に遅いな。顔と名前はもう街中に知れ渡っている。うん、もう遅いな、俺帰っちゃうんだよ。懐かしいわ。いや、さ、面白いね。面白い。面白い。今日はいつもと逆に多くのカメラの前にその姿を晒してもらおう。最初の質問です。あなたの職業は何ですか？いや、働くっつってもね、放送やるだけなんだけど、俺はほら放送が仕事だから。うん、3万入れてくれた人もいるし、5万入れてくれた人もいる。嘘じゃないよ、本当だよ。俺の夢はリスナーの夢だ。それをリスナーと俺がタッグ組んで、手組んでな、目標にすればいいんだよ。だから、あのね、これガチの話なんだけど、俺ね、あの、ふわっちに来て、初月15万取れた日に、その月末確定した日、16万みんながくれたでしょ。みんなはくれたの30万ぐらいだけど、うなちゃんにコメント打ったの。うなちゃんって、俺が言いたいんだけどいいっつったら、ああ、ワード、あ、なんだよ、ああ、いや、まあ、言いたいこと言うのは言えよ、あ、コメントで書け、うなちゃんって、俺ねって、夢がなくて死のうとしてた時期があるんだけど、うなちゃんのおかげで配信で食えるようになったよって、うなちゃん夢をありがとねって言ったら、いや、まだ俺じゃねえよバカ、いや、いいんだよ、まあ、よかったじゃねえかよ、ああ15万もらえたんだろ、ああ頑張れよ。それが3ヶ月前かな。3年かかったけどね、ちゃんまんをかけて飯食えるようになって、うん。そうだろう。お気に入りはこの曲。この動画を見てから、この人回転回して言う朝に慣れよお前らずらとらそう。原作の映画は大ヒットを記録した。ちゃんと見なさい。アホだなこいつ、うん、まあ、あの、人生変えたのはうなちゃんマンですよ。僕の人生変えたのはうなです。佐野智則です。はい。
サノイズム最後の継承者、サノ配信の、サノイズム最後の継承者ですよ。うん、そう。だって俺ね、憧れの配信者誰なのって配信でさ、カメラ回ってない時にやっぱそういう話題になるのよ。そしたらさ、みんなメモレイがさ、金梅さんが好きで、俺金梅さんになりたいとかさ、緑さん大好きとかみんな言うわけだけど、和道は誰好きなのとか誰目指してんのって言った時、いや、俺ちゃんまんだよって言ったら、みんな爆笑すんの。配信って多分10万人以上の配信者いるけど、佐野智則を目指してる配信者お前だけだってみんな笑うの。うなちゃんが好きはわかるんだけど、配信スタイルでうなちゃんの目指してるの和道だけだよってみんな爆笑すんだよ。ちゃんまんがいなくなって寂しい。ちゃんまんは帰ってくるよ。ちゃんまんは帰ってくるよ。大丈夫、はい、僕らがやることは待つだけです。サンマを待つだけ、はい、そうそうそう、うん、新しいフォロワーさん、これなんて読むんだろうな、ごめんね、読み方間違えたらごめんなさい。蝶さんかな、蝶さんフォローありがとう、新しいフォロワーさんありがとう。まあ複雑な気分だよな、まあでも本当にちゃんまんは生きる希望をくれましたよ、僕に。配信者ってかっこいいなっていうのは僕の中でいつでも佐野智則がありますよ、ごめんね、しんみりしちゃって。まあそれが僕が配信を始めた理由です。はい、僕が配信を始めた理由です。 ありがとう太郎、よろしく。長くなってごめんね、たまこちゃん。まあいろいろあったな、そう考えると。いろいろあったね。いや、いい話かいや、いい話か、そうか、俺は、いや、金梅さんもレジェンドだよ。でもね、やっぱね、俺は、ちゃんまんの、ね、ちゃんまんの子供だよ。うん、ちょっと長くなってごめんね。新しいフォロワーさん、太郎さん、ありがとう、フォロー。これからもよろしく。そう。おお、あれ、卵ちゃん、卵。卵卵。はい、ワドツ、卵。ちょっと泣きそうになった。いや、だから俺の配信って、俺の初期の配信スタイルって、新宿のホームレスに声をかける配信とか、ホームレスにやたら詳しい配信だったの。生活保護なのは言わなかったから。で、ホームレスに声かけたりとか、生活保護受けませんっていう配信やってたのよ。それでなんかサブカルっぽいけど、なんでお前こんなことやってんのって言われて。でも、そういうバックボーンを話してなかったから、要はホームレスを冷やかしてる配信者だと思われて敵を作ってたんだけど、俺は信念があったし、この人たちが本当に辛い思いしてるっていうのを共感できるからなんだよ。で、そこで出会ったのが浅井さんなの。うん、藤原達也は夜中だからいいや。夜中の3時やる振りじゃないだろ。ここアパートだぞ、おい。そうそうそう。だから、その浅井さんとかと、その浅井さんでやってることの凄さとかがわかるんですよ、だから要は、なんだろう、あの時俺は死ぬね、漫画喫茶ね、あれだけど、漫画喫茶っていうさ、まだいい状況だったの、死のうとしたけど、ホームレスで笑ってる人がいるんですよ。家もないのに、家族もいないのに、笑ってる人たちを見ると、すごいパワフルなのがわかるんだよね。和道の変わった放送に笑えてみるようになった。あ、本当に？そうっすね。だから俺は、どんなに叩かれても、自分の中に障害者っていうものと、生活保護っていうものと、ホームレスっていうものと、配信者っていうその4つに関しては結構ムキになる方じゃん。そう、何話してもなんでこいつ生活保護とさ、
ホームレスとその障害者の時だけ熱く語るんだろうっていうのは俺の中でほっとけないワードなんだよね。そのなんか、うん、自分の中でさ、うん、そう本当に辛かったっていう、うん、うん、それでもまだ恵まれてるけどね俺は、うん、でもそっからはもうずーっと配信付けで、そっからさ、まあ知ってる人は知ってるけどさ、働く、そのドクタースポープかかってるのに働こうとして、まあバーで働いて起業するとか、配信で飯食ってくっつって、配信で飯食えないわけだ。配信で飯食って俺は大手になるんだよとか言ってさ、うなちゃんの真似してもさ、なんかおめえなんか無理だよとか、100人も集められねえくせにって、もう5人ぐらいの頃から言ってた。もうゼロの頃から俺配信で飯食ってくって言ってた。恵まれてる、リスナーさんに恵まれた、俺は人に恵まれた。そう、俺のだから人生の後半、この4年間ぐらいっていうのは配信が全てなの。そう、配信以外のことを全てだって、家族もいなくて友達もいなくて、全て配信に注いでたの。全てもう配信で食っていきたいから、うなちゃんマンみたいになりたかったから。いや配信つってもよ、まあリスナーさんから3万まあ昨日は5万もらったけどって言いたいだけだったの。いやまあ配信つってもよ、うん、まあ俺はリスナーさんからよ、あ金もらってるだけだけど、俺の夢はリスナーの夢だってやりたかっただけなの、うん、そう3年かかったけどね、うん、そう。佐野さんのバーボンラッパ飲みして潰れる動画、ああ最高だよね。あのファなんとかローゼスっていうやつだね。なんだっけ、フォアローゼスかな、フォアローゼスっていうバーボンじゃなかったかな全部一本飲めるって途中でね、チビ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 飲んで最後潰れるんだよラッパ飲みでチビチビあれ面白いよね。うん、そうで、まあ、食えない食えないって言ってて、で、ある日、その出資するっていう人が現れて、そう、バーを、生主バーっていうのをやったんですよ。出資してもらって。赤坂で。で、赤坂の店がすぐ潰れて、で、今度面白いからもう一店舗やれって言って、新宿で5店舗潰したんですよ。すごいでしょ ?1 年間半バーをやってて、全部のバー7店舗潰したんで、1年間で。で、和道に投資するやつはアホだとか、もうなんでこいつに投資するんだってリスナーのネタにされてたの。なんかバー配信だったの。バーのカウンターでこうやってやって、配信しながら生主は無料で飲めるよっていうバーをやってて。うん。ツイッターで毎日美味しそうなものを食べて楽しそうですよ。いや、今だからだいぶ豊かですよ。本当に楽しいよ。本当に楽しい。うん。そうそうそう。あ、野口さんはどつ。そう。ねえ。なんだろうな。そう。で、バーが潰れて、もうなんか、金集めるプロだなとか、計画倒産とか言われて、あいつは風呂敷だけ広げるのは得意で、毎回リスナーが騙されるのに、なんでまだ金を出す奴がいるんだとか、生粋の詐欺師とか言われて。うん。ああ、ゲルゲってやつでしょ。いや、ゲルゲはよ。ゲルゲ。ゲルゲはこうだからよ、つって。こうだから、とか言って。まあいいんだけど、ゲルグは。うん。で、まあまあまあ。で、まあもう、なんか、バーでいろいろあって、そうそう。バーでいろいろあって、で、その後旅するんですよ。稲子の家まで旅して、1ヶ月半ぐらいかけて、電車とかフェリーとか乗って。潰れた理由は、だからうなちゃんマンスタイルだよね。うん。いや、だからよ。いやまあバーっつっても趣味みてえなもんだからよ、いやいいんだよ別に、リスナー以外全部追い返してやるからよっつってもう適当なのよ、うん、もうリスナー以外お断りだからとかわけのわかんないこと言ってたの。まあうち会員制だからとか言って、毎日一人でバーカウンターで俺酒飲んでカラオケ歌ってるだけで全然客来なくて、そうね、まあ潰れて、まあ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 だからろくでなしですよ、適当なんですよ。最後の店は売上でも150万ぐらい上がってたのかな、売上ベース自体は。うん。最後の店はうまくいってたんだけど、あの歌舞伎町でやってたからトラブルになっちゃって、うん、でまあそのトラブルが原因で
要は逃げろってリスナーさんが言ってくれて、もう旅配信に切り替えろっつって、店のことも潰しましょうっつって、支援者の人が。そう、初めてニコでワドさん見たとき、坊主でアロハシャツだったから怖かった。あれはリスナーさんのプレゼントだよ、アロハシャツは。今もそこにかかってるけど、太って着れなくなっちゃったけど。そう。で、まあ旅から帰ってきて、で、今度職業訓練っていうのを受けるんだけど、職業訓練って、仕事がない人が助成金で受けられるってやつなのね。で、給料10万円毎月もらいながら、半年間とか1年間職業訓練受けられるの。で、俺、障害者手帳持ってるから、障害者専用の職業訓練だから、まあ、受かるんですよ。試験とかないの。で、絶対受かるってみんな言ってたのよ。どんなに気違いでも、どんなに障害持ってても、俺も受かったとか、いろんな声聞いて余裕だったのに、開封枠やったら、不合格になっちゃった。職業訓練の障害者訓練校で不合格になったのよ、俺。で、考えられないっつって、で、どうしようどうしようって言ってる時に、今の会社が見つかったの。そのくだり見てた？俺の不合格のやつ。みんな受かるって言ってたよね。落ちることなんか絶対ありえねえよって。職業訓練、普通のだったらわかるけど、障害者専用の職業訓練で、しかも倍率も全然だったのよ。募集40人に対して試験に来たやつが、20人ぐらいしかいなかったの。だから余裕で受かるはずなのにまた落ちたんだよ。そう、多分前科が関係あると思う。そう。それでだから今の会社に貢献したいっていうのは、その4年間かかってやっと社会復帰できたから貢献したいっていうのがあるんですよ。うん、そんな理由ですね。いろいろあるわな。うん、そう。だから、みんな、驚いてんの。和道が、働き始めた奇跡だって言って。和道がちゃんと、その、作業所かもしんないけど、和道がちゃんと通ってると。ありえないと。あの、店を7店舗潰した男が、配信で飯食うとか言って、強弁してた男が、って言って。そう。それをずっと支えてくれてたのが、ハッチとかだよ。ハチはニコ生時代の頃からずっと支えてくれて、たくみさんもずっと支えてくれて、他にもいっぱいいるんだよ。そう、ミュールとか。まあミュールは、だからね、のんちゃんが煽りまくっていなくなっちゃったけど、ずっと支えてくれてた、オレンジとかね。あ、忘れないよ。マサルさんとか、カンヌシとか、ポチエムとか、いや、本当だよ。カンヌシとかポチエムとかさ。あと、なんだっけ。天丼マンもそうだしさ。ねえ、いろんな人がいたよね。それこそマフラーくれた人とか。いや、多いってなんだよ。正義の味方いらっしゃい。ていうかさ、コテハンコロコロ変えるとも覚えらんねえからさ、統一してくれよ。まあ、正義の味方にしたんだけど、結局、リンダマンでもなんでもねえじゃん。だから、それこそ正義の味方なんか、それをずーっと見てきてんだよ。ね。ずーっと見てきてるわけでしょ。ところどころ見てないけど。だから、今じゃさ、こんだけしか人集めてないけど、大手とか言われるわけじゃん。いや、和道は大手でしょとか、有名でしょとか言ってくれる人がいるから、なんだろう。だいぶ変わったよね。もう、味噌かそだったよね、本当に。何やってもずーっと死ねって言われてたからね。恵まれてるよ。でも一番辛かったのはあれだよ、本当に。減らってさ、全部のアカウント爆破してさ、もうその3日間、アクセスゼロ。きつかったよ、本当に。それは第2の死ぬ、もう本当に死のうと思ったよね。3年間配信だけやってて、こんな実力かよっていう。それでまあ、ふわっち来て、ね、いろんなことが変わってきたけど。ふわっち来るっつうか、のんたんと付き合ってね、その前に。なんかいろいろあるな、こう考えると。いろいろあるね。面白い。本当に。あとさ、金貸さんっていう人とかさ、なおさんとかさ、本当にいろんな人がいるんだよ。数え上げたらキリがないぐらいさ、ずっとみんな俺のこと応援してくれてたんだよ。あ、FC2 の頃はだからバー配信じゃん、マサトさん。それこそ。
ずっとバー配信やってたのが FC2 の時代だよね、うん、懐かしいよな、いろいろあるな本当に、うん、だからまあそのなんつうんだろう、贅沢だよな、うん、本当に本当に贅沢、うん、だからさ、まあそのなんだろう、なんだろうな、いやあの辛いこともいっぱいあると思うんだけど、基本的にはさ俺は夢は叶うと思ってるから、わかんないよ大手の基準って何だと思う、昔はそういうのいっぱいあったけど忘れたよね覚えてないなんかね半年前ぐらいまでそういうのはあった俺にも大手の基準とか配信論とかあったの俺にも、今はないあのねそのふわっちに来てからねこだわりがなくなったんですよ、だから大手は大手みたいな、もうていうかね、あのね大手になるやつはなるし、過疎のやつは過疎なんだよ、過疎は過疎なんだよ、だからなんつうんだろう、もう本当は閲覧ゼロになって半年ぐらい前にその時に気づいたの、あのね俺は配信好きなのか、もしこの先ずーっと生活保護で1円にもならなくても配信続けるか続けないかって配信の神様と本当に会話したの、ミーティングしたの配信の神様、要はイメージはうなちゃんマンなんだけど、俺の中の配信の神様ってうなちゃんマンなのね、イメージがあって、おいワードあんだよお前よ、言ったじゃねえかよ、閲覧ゼロじゃねえかよバカがよ、3年もやってよクズが、いやさ神様俺もうダメかもしんねえわ、ニコ生では5000人込みとか言ったけど、バカ野郎おい5000人込みで生きがってやがってよ、おいお前が俺になれるわけねえな、いや分かってるよ神様、神様俺どうしたらいいんだろう、もう死んだ方がいいかな、いや死んだ方がいいな、ああやっぱそうかな、いやっていうかよマジの話すると、お前は配信好きかどうかなんじゃねえのっつって、好きだわ神様、俺配信やるよケビンっていうその脳内の会話があったの脳内でその配信の神様と語り合って、まあ大手がどうとか稼げるとか食えるとかじゃなくて、もう好きなら続けようと、もういいやって思ったの、このまま骨うずめようって、そう、それだけ、うん、それだけです、正直配信に骨うずめようって、だって閲覧ゼロの時喋ったよ、それは喋りますよ、それで喋れないやつが過疎ですよ、それで喋れないやつが配信者じゃないやつですよ、僕は喋りましたよ、そうだからね、なんか配信の神様ってそのずるいなって思って、配信で食ってきたい食ってきたいっつって、もう追いかけて追いかけて追いかけてる時には叩かれて叩かれて叩いていじめ抜いて全然稼げないので、もう追い込まれてもうやめようとか死のうとか、あもう才能ねえわってプライドズダボロにされて、バーみどりさんいらっしゃい、あ帰るありがとうありがとう星野ゆらさん、でもう俺は向いてないと、で死ぬ、どうせ死ぬ命だったら1円も稼げなくてずっと生活保護でずっと底辺でも、お前配信に骨を埋める気あるかって、もういいわと、もう金なんていいわ閲覧なんていいわって、
もう配信に骨うずめるわ、もう全部いらんって言ったの。そしたら全部くれた。意地悪だよね、ほんと意地悪だよ。欲しかったあったかいリスナーさんも、支援してくれるね、そこそこの収入も、信頼関係も、素敵な彼女も、配信が全部くれた。ああ、いえ、とんでもないです。花火で筋トレ。全然全然、いつでもやります。意地悪でしょう。そしたら、配信の神様は、引退しちゃった。全部うまくいったら、配信の神様はいなくなっちゃったよね。配信の神様じゃなくて、モデルの人で、ね。配信の神様の声優やってた人。俺の中で。あれって。この人神様役の声だったのにいなくなっちゃうんだ、つって。うん、いなくなっちゃったね。うん。引退しちゃったね。そう。いや、面白いね。不思議だよ、ほんと。人生ってほんと不思議。意地悪だね。神様は多分、だから、佐野智則を意地悪してんだよ、今。うん。この前はね、闇将軍に意地悪してたからね。闇将軍に意地悪したりね、いろんな人に意地悪するからね。うん、さあ、どんな意地悪をしてくるのかな、配信の神様は。偽札送ってこられ、送ってくるいたずらする神様もいるし、配信の神様意地悪だぞ。ね、包丁も握ってると落ち着くっていうね。悪魔のささやきをするときもあるしね。さあ、次配信の神様が微笑むやつは誰かな？今配信の神様は闇将軍この前いじめてたね。いやー、シャンマンはコメント打たないよ。でも嬉しかったのが、超嬉しかったのが、シャンマンのところでコメント打っても、バカおめえなんか来んなよ、ワードがよ、でっきれだよおめえよ、カスガとか言うのよ。だけどシャンマンのところで機嫌のいい時に、シャンマンワコツって言うと、ワードお前部屋汚ねえよ、勝たせバカ、俺部屋汚ねえやつ嫌いだから。かっこよくない？かっこよくない？これそれで俺このセットを作ったの。いつもは汚い部屋で放送してたんだけど、こうスライム置いたりとか、ソファー拭いたりとか、机の上なるべく物を置かないようにとかして、セットを組むようになったから運気上がったんだけど、それちゃんまんの、要はお前のこと見てねえよとか、お前大嫌いだって言いながら、機嫌のいい時になると、バカ部屋片せよ汚ねえよって、かっこいいでしょ。ちゃんまんかっこいいでしょ。わかりましたっつって。要は見てるよってこと。お前監視してっかんなって。そう。だからそういうところも好きだよ、やっぱり。うん、そう、見てるとは言わないんだよ。じゃあまあ部屋きれいよ。じゃあまあきれい。うん。そうですよ、うん、テロップに ID かなんか出てる？テロップ？テロップ出てる？俺の放送今。ああ、これはね、ごめんごめん、あれ変えます、あの俺の間違いです。あのね、ワードプレスって言ってホームページ作ってんだけど、ごめん間違いです。今変えるね、通常に変えます、うん、仕事サボるさんとか何、みんなはさ、みんなはさ、俺を見たきっかけって何なのか教えてよ。逆に俺は配信始めたきっかけ、要はみんなと出会うきっかけは話したの。みんなはどっから俺のこと興味を湧いたとか、どこで初めて見たのか、みんな書いて。うん、まあ、知ってる人もいるからさ、知ってる人もあえてシェアしようよ、みんなで。
和道のこと見つけたとか、和道の思い出。4つ目なんだ。あ、たくみさんのおかげだな。フリーマンありがとう。うな。え、うな？シャンマン？うな？あ、三社祭りってことかな？四つ目なんだ。四つ目の何の回か教えてよ。いや、たくみさん喜ぶよ。ありがてえな、たくみさん。ありがとね、たくみさん。四つ目って二人も上がったよ。ありがとう。あの、スタッフのたくみさんがずっと YouTube 上げ続けてくれたの。ありがとうございます、たくみさん。名前が和道だからお坊さんが配信してると思った。あ、でもね、仏教の配信とかよくやってますよ。あの、宗教好きなんで。武道党先輩ありがとう、コメント。もしよかったら仏教のネタとか振ってくれても多分坊さんより詳しいよ。ヒカルの配信のコラボ、いつの時だろうな。ヒカルくんが一番最初家来た時、もう2回目。いつの時だろうな。ヒカルくんが家来たきっかけ何だったっけな。忘れたな。ヒカルくん何回かやってるかな。ニャンツバ、あ、じゃあ最近だね、トランプさんは。ニャンツバだったら、ノンタンの事件だ。初めて見た時はマー君と絡んでたやつ、最初はドキュンだと思ってた。だから、そのトラブルがあって、バーを辞めて旅配信するきっかけはそれだよ。そう、マー君にもう2回顔面複雑骨折して、鼻ぐちゃぐちゃに潰されて、その、緊急入院したりとかして、もう体持たねえし、もう、こってこてのアウトローだから、もう逃げろっつって。もう土下座でもいいから何でもしていいから命だけ守れってもうリス、囲いさんにずっと言われてて。そうそう。和道さんの枠、ふわっちで自分見つけてずっと潜ってたんですけど、コメントして参加してみたいと思ったから、大手さんとかはコメントしないけどコメント、いや、大手じゃないもん俺。うん、そうそうそう。だから俺、未だにマー君につけられた傷残ってるよ。うん、顔近くで見るとわかるけど、鼻ここ、ここからざっくり割れてるんですよ。ちょっと待ってね。ちょピントが合わないね。これメガネの跡じゃなくて、ここバッツリね、ここガーって割れてんの。わかる？縦に。で、鼻が曲がってるでしょ？これこっち側に。これ鼻がまっすぐだったのが、あの、曲がってるのわかる？ほら。すっごい曲がってるでしょ？これマー君が、こう根元から折って、くっつかなかったからなんだよ。鼻曲がってるでしょ？ここにがっつり傷あって、ここ、こっち側に、ん？こっち側に曲がってるでしょ？だから正面から見るとめちゃめちゃ曲がってんの。これマー君。で、顎がずれて。あ、どこだっけな。あとね、この辺にね、がっつり傷が残ってるんだよね、目のところ。これ全部。そう。だね、顔面ぐっちゃぐちゃだったもん。うん、そう。いや、もう全然縁切ってるもん。うん、もう関わらない。そう、うん、全然もう関わりません一切。いや、痛いところじゃなかったよね、もう、うん、ニコ生と FC2 行ったり来たりの時だったらバー配信の時期だね。そう、だからマー君の頃ですよ、歌舞伎町バー配信の。いろいろあったな、そう考えると。本当に結構古い部類じゃないですか、マストさん、うん、でもふわっち来てこんなになるとは思ってなかったよね。ニコ生では無茶したね。ニコ生では無茶したっていうか、金梅から、ああ、そうなんだ。そうそうそう。鼻曲がるっつうか、だからここがもうぐちゃぐちゃになってて、複雑骨折して、全部ゴキゴキゴキっつって、軟骨とかくっつけて、そう、いじって直して。そう。でもパンパンに腫れちゃって。そう。すごかったよ、顔、顔面。もう本当に、パンパン、アンパンマンみたいな。ブーチェンいらっしゃい。おー、久しぶりっすね。雑談でファンになった。ありがとうございます。嬉しいっす。本当に。痛いっていうか悔しかったよね。本当にね。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。よろしく。今日は配信ずっとやってるな。一
でもね、のんたんもやっぱり俺のこと怖い人だと思ってたんだって。アウトローだと思ってたらしくて。でも浅井さんとのコラボ配信をしてる時に、浅井さんがのんたんに向かって、コメントに向かって、和道さんは優しい人ですって言ったらしいの。俺全然記憶ないんだけど、のんたんさん、和道さんは優しい人ですよって一言言っただけで、のんたんは、あ、優しい人なんだって思ったらしいよ。だからね、実はね、浅井さんが縁結びなんですよ。で、のんたんが俺の放送を見始めたきっかけは鶴の神なんですよ。鶴の神がカッソカソの頃に、俺和道ファミリーだからとか、わけのわかんないこと言ってたらしいの。俺和道についていくわとか、和道ファミリーって俺知らないんだよ、それを。で、のんたんは和道って誰だってなったらしくて、で、その川崎洋平と鶴の神をたまたま見てて、それ鶴の神見てる時に、カッソの頃の鶴の神見てて、和道って名前が出て、それで見始めるようになったって。ああ、全然いいよ。全然、寝落ちは嬉しいですね。なんか、ありがたいですね。ほんと、僕もやっぱ町山智博とか、それで寝落ちとか、岡田斗司夫とかで寝てるんで、全然意識してないっす。はい。うん、ていうか、昔からこのまんまですね。あんまり変わってないし。うん、ていうか、服とかも理由があって、その、まあ、革ジャンとかいいの着てるけど、毎回この無地の T シャツと、毎回このジーパンでしょ。毎回これでしょ。そうそう、和道を見始めたきっかけ。俺ってさ、服持ってないでしょ。もうね、ほら、死ぬ生きるようなさ、ホームレスとか経験してるから、おしゃれとか着飾ってもあんま良くないと思ってて、それでもう真っ黒でいいやと思って。だからこの、無印の600円の T シャツとユニクロのジーパン、うん、これで終わり。ジャケットは冬用に買ったけど、もうこれも一生もんだし、カバンも一生もの。服はあんまり買う気ない。髪型も1000円カット。もうなんか余計なことにお金かけるっていうかさ、ことができないから。そう、もうほんと配信空手バカ一台じゃないよね。配信バカ一台だよ本当に。もうウィンボーでいいんすよ。でも稼ぐけどね。今は稼ぎたいけど、うん。でも余計なことにあんま金使っても意味ない。うん、もう全部配信でいいんです。僕は。うん、革はいいね。革好きだね、うん。バーで雑談した時が初。あ、そうなんだ。じゃあ結構古いね、たまごちゃん。古いね。バー配信知ってるってことは少なくても、何年前だ ?1 年半以上前だからね。そうそうそう、1000円でいいんですよ、男は。その代わり女の子はね。だから、あれだよね、のんたんがいるから、のんたん幸せにしたい、本当に。それがね、結構、その稼ぎたいってモチベーションだよね。やっぱ本当、うまいもん食わせたいしさ。なんか、ね、いいもん、プレゼントしたいし。のんたんに金使えるようになりたいよね。うん。ほんと。壁の絵はね、そう、職場の人がね、プレゼントしてくれたんだけど、ロダンの考える人。そうそうそう、かっこいいよね、アクリルガス、ね。うん、あ、1000円カットなんだ。うん、女の人の1000円カット。いや、なんか欲がなくなってきたよね。ほんと配信機材とかも高いから、やっぱウェブカメとかね、1万いくらするし、こういうさやつとか雑談に力欲しい。俺はだから雑談だよ。だからあんまり外配信とか企画とかに力入れないっていうのはサノイズムなのよ。主戦場は雑談にしたいっていうのはそこなの。やっぱそのサノイズム。モンタンと幸せになってくださいっていうか、もう本当に幸せだね。うん。でもね本当に幸せなんだけど、文句も言いたくなるから文句も言わせてもらうけど、もうね、毎日嫉妬するんですよ、もう本当に。ずーっと嫉妬されてるから、それは本当辛いね。それはもう減らる、正直。あのね、もうずーっと、今誰と話してたの、ワドさんとか、ワドさんは、ノンタンのことが嫌いなんだ、とか、ノンタンは今から死ぬ、とか、もう毎日なの。
毎日のんたんは、もうのんたんは死ぬ。もうのんたんは和道さんがいないなら死ぬ。のんたんは浮気されたんだとか、ずっとだから。いや、もう大変なんだよ、もう。本当に大変なの。うん、あいつは あのリスナーは和道さんのこととパコっただろうとかもうずーっと言われてるからもうね頭おかしくなりそうなんだよな本当にもうやめてのんたんつって寝かせてってだから今週のうち4日間睡眠時間3時間だよ、うん、じゃあピンボケが治んねえななんだろうちょ待ってピンボケ治んねえななんでちょっとピンボケ治ってうん、のんたんお酒一切飲めないのになんかのんたんからいきなり写真が送られてくるとかちょっと見せようかもう笑うよもうへらるよほんと、うん、のんたんからいきなりなんか一升瓶の一升瓶とちいかまとかの画像送られてきて酒飲んで死ぬとか送られてきてもう香川さん見て香川さんこれ酒飲むわけやって影響されただけじゃねえかよとかもう和道さんが浮気するならで浮気なんて一切してないのになんか一升瓶でなんかこれ飲み始めたりとかのんたんいやのんたんえ初期ののんたんの自殺配信見たことないのあの新宿のそのマンションの屋上から飛び降りようとした配信とか知らないの44すごい大変なんだからのんたんあと爆走とね爆走に勝っただけで爆走と浮気だっつって爆走襲撃したりとかうんなんかリスナーさんに粘着したりとかすごいんだよのんたんマジマジ、うん、そうそうコメント打つ以外は浮気だって言ってるからね割とマジな話で和道さんの女性リスナー全員ティクしてんのいや違う違う和道さんの女性リスナーじゃなくてこれマジの話だよネタでも何でもなくてのんたんにとっては俺は世界一かっこいい男なのだから全人類の女性を滅ぼそうとしてんののんたんはそれを俺は毎日止めてんだよ毎晩女性リスナーじゃないの私以外の全部のメスが全部の敵だから私は全員メスを殺すって本気で言ってんのそれをやめろっていうのを毎日俺は諭してんの。だからみんなが生きていられるの俺のおかげだよ。女性が今生きてるの俺のおかげだよ。そういうレベル。四つ目バンになっちゃったね、もう。のんたん飛び降りようとしたよ。愛されてるとかいうレベルじゃないよ、もう。大変なんだから、本当に。うん。いや、滅ぼされるよ、本当に。本当に。マジだよ、これ。だって、本当に未だにだよ。朝目が覚めると、こうやって見てるんだよ。ベッドで。俺のことをこうやって、1時間ぐらいずーっと見てニパニパしてるんだよ。そういう、だから本当に俺が世界一かっこいいと思ってんの。ふにゃーってなってんのも。ふにゃー、俺の顔見て。きついだろ。もうバカップルだよ、本当に。本当に。バカ、いや、俺はそんなバカじゃないけど、すごいよ、のんたん。ワドンさんを食事に誘ったらやばいね。やばいよ。本当に刺されるよ。ネタじゃなくて。うん。うん。本当に刺されるよ。そうだよ。うん。良すぎて早くハゲてほしいとか、ブサイクになってほしいとは思ったほどある。あー、好きな人？あ、浮気されたくないからか。いや、だから女性リスナーが旅配信の時に、リアドする時は、のんたんに刺される覚悟で来いって言ってるよ、俺は。ひんせこんばんは。割とマジでリスナーやめた方がいいかな。やめてくんね。いや、だから、そういうのが一番答えるんだって。それと戦ってるんだって、俺は。男は全然嫉妬はない。ただ、女っていうだけですごいよ。この前、千里と LINE したじゃん。その日なんかもうずーっと千里のこと殺すとか言ってたよ。あいつを殺すって。新宿のどこに住んでるんだ殺しに行くって言ってたからね。うん、あの身長150センチの体で、あの声で、あいつを和道さんの殺す、あいつ殺すって言ってたの。今日も LINE してたでしょ。え？今日も LINE してたでしょ。え？今日も LINE してたでしょ。 LINE してないよ。さっきしてたの見たの。え？寝て、何？さっきしてたの見たもん。誰と？千里と。
誰？ちさとと。俺 LINE してないよ。画面に映ってた。 LINE してないよ。 LINE してないよ。のんた配信中にカタカタ LINE で打ってたじゃん。いや LINE してないって。 LINE してないよ。配信中にブーンってさ着信があってさ、で画面でさ LINE 打ってたじゃん。 LINE 打ってないよ。打ってたよ。打ってないって。じゃあ誰に打ってたの？え、何？配信中に？いや、だから今日リアトズしたい、あれだよ。ガチッチさんだよ。いや、本当に LINE してないよ、俺。いや、LINE してないって。え、なんか言ってよ。で、なんですぐ切ったの？何すぐ切ったってどういうこと？画面でカチカタ打ってた。何画面でカタカタ？違うって。だからガチッチさんに打ったんだって。今日はありがとねって、彼女によろしくね、釈迦にもよろしくっつったから、ありがとうございました、今後ともよろしくお願いしますって言ったんだよ。またハートマークついてたじゃん、ラチサトの。あんな、だからチサトがじゃあ送ってきたんでしょ。俺が返信したわけじゃないから、わかる？のんたん、わかる？打ってきてカタカタなんか打ってたじゃん。何カタカタ？だからそれは千里じゃないっつってんの。ガチッチさんって言ってんの。いや、見せるよ。だからガチッチさんだって。どれ？どれじゃないよ。来いよ。じゃあ、いや来いよ。どこのこと言ってんだよ。ここに映ってた。だからそれはガチッチさんだっつってんの。今見せるよ。さほら、バナー作るの忘れた、こちらこそよろしくって、これでしょ。謝ってよ、間違えたなら。千里から来てねえじゃん。ほら、20日じゃん。違うでしょ、謝ってよ。ごめんなさい。なんでそういうノーマル変化をするの？ごめんなさいじゃなくて。違かったでしょ？何その顔。違かったでしょ？浮気しないよ。のんたのこと大事にしてるでしょ。分かった？すごかったでしょ。うん、うん、はい。まあこれが、僕の日常です。あの配信外はこんな感じです。何やってても全部だからの浮気なんだよ、のんたんの中で。分かったでしょ。これともう前にずーっとこんな感じだよ。配信待ってる時寝れないんだよこれ。花火ありがとうございます。かわいいじゃねえわ。で今度はもうずっと黙るから、和道さんに怒られた。和道さんに嫌われた。もうのんたんは生きていけないんだって。今日はずっと偉ってるから。いや、でも全然結婚しますよ。のんたんが家しないときに。いや、大変よ。まあまあまあ、しょうがない。それだけ愛されてるんでしょ。はい、お騒がせしました。すいません。日常の風景です、これが僕の。いやまあまあ、いやまあストレスですよ正直。だって浮気してないんだもん。俺のんたんのこと好きなんだもん。疑われるのはやっぱストレスだよ。疑われるのはやっぱやだよね、信じてる人に。結婚したら少し安心かも。
で、のんたん、こっちおいで、のんたん。え？泣いてんの？のんたん？何？そっち行かない。なんで？どうして？怒らないよ。怒らないよ。怒ってるわけじゃないよ。泣いてんの？の？泣いてないよ。泣いてるじゃん。のんたん？のんたん？のん？のん？ここでいいの。何？どうしたの？今日。何？ちゃんと話そう。ここえ？ここでいる。ここでいるじゃなくて、どうしたの？なんでそうやって？どうしたの？どうしたの？怒ってないよ。わかった？怒ってないよ。いい子だ。寝れる？ちゃんと。ごめんね。寝てるときに。ぐっすり寝て。風邪ひかないでよ。大丈夫？ただいま、ただいま。まあ、はい。まあ、あれです。いろいろあるんです。いや、昼ドラみたいです。いや、ほんとだよ。昼ドラだよ、ほんとに。昼ドラですよ。ほんと。いや、でも、すごいですよ。やっぱ、のんたんはパワフルだよ、うん。でもね、こんなに俺のことを好きな人は今までいなかったですよ。いや、頭抱えるわ、そんな。でも、世の中で、彼女が俺のこと一番好きだと思うよ。うん。それは俺は本当にそうだと思う。世界で一番俺のことを愛してる人はのんたんだと思うよ。うん。それは伝わります。うん。はい。寝るか。寝よ。女性リスナーはどう対応すればいいか正解って。だから、人生に正解とかないよね。わかんない。それが正解がないからわかんないんだって、俺だって。いや、だから、コメントは、だから配信業だからっていうことで、浮気か浮気じゃないかっていうギリギリのラインはコメントなんですよ。僕らの付き合ってる、今、その、折衷案は。のんたんは本当は、俺と、幸せになるためには全人類のメスを滅ぼさないといけないっていう壮大な計画があるのよ。
で、そうすると俺のリスナーさんが半分違うのよ。全人類が滅ぶって言われた時に俺が出した答えっていうのは、それは俺のリスナーが半分になるから困るって言ったの。人類なんか知ったこっちゃないと、別に滅んでも構わんと。ただ俺は配信者としてリスナーの半分になるから困るからやめてって言ったの。そしたらのんたんは、うん、確かに和道さん配信業だから、まあそれは仕方ないと、まあそこは妥協しようと。だから人類を殺さないのとコメントを打つ、要はリスナーとしての距離感っていうのがギリギリのライン。だから電話したら浮気、会ったら浮気、オフ会は浮気、リアトツは浮気、コラボは浮気、だから手つなぐとかチューするとかそういうことじゃないです。そんなね、そんなレベルじゃないんです。僕と関わろうとするメスは全て滅ぼすっていうレベルです。はい、いやだからコメントするのはだからギリギリのラインですよ。はい、いや怖いよっていうか、だからそういうことですよ。だからそれは何回見てきてるでしょ、のんたんと。のんたんとリスナー、女性リスナーのバトルを、数々のバトルを繰り広げてきたのんたんですから。ただね、なぜか知んないんだけど、その女性の中に鮫島のぞみがカウントされてないんだよ。そこだけ不思議なんだよね俺。唯一それが例外として存在するのが鮫島のぞみなんだよね。鮫島のぞみはいいのかよっていうね。そう、のぞみだけ大丈夫なんだよ、うん、どういうことだっていう、ね、どういうからくりなんだこれはっていう、うん、鮫島のぞみはメスじゃないのかな、うん、いやー、まあまあまあすごいですよ本当に、うん、最近はね、なんか俺のチンコを本気で切ろうとしてるからね、うん、もう和道さんのチンコを切るとか言い始めてるから、うん、鮫島のぞみだね、うん、もしかしたら俺チンコ切られる可能性あるからな。そうそう、鮫島のお姉ちゃん、鮫島のぞみ、のぞみだけはコラボしてても何も言われないんだね。安倍さだって何、いやーもう疲れたな、なんか。すげえ、どっと疲れたよ。ダメージがすごいよ、ダメージが。いっそ切ってもらって。チンコ切るの？なんで俺チンコ切るの？何、安倍さだ、うん、チンコ切る、俺でもチンコ切ったらな、やだな。チンコ切るぐらいだったら殺された方がよくない？どうなんだろう、俺チンコ切られるんだったら死にたいかな正直、うん、女とバレなければ OK。 いや無理だよ本当に、そんなの。のんたんは俺のパソコンをハッキングするハッカーだからね。ノンタハッカーだよ、うん、今のがアウトのレベル、今のがアウトのレベル覚えといて、うん、今のでもう一日大変なことになるレベル。ダメ、冗談でもダメ、うん、ダメ、これネタじゃないから、ダメ。
察してください、うん、新しいフォロワーさん、ノエルさんフォローありがとう。そうだよ、うん、今のがアウトのレベル、今のがアウトのレベルね、うんうん、なかなかね難しいかもしれないけど、どれ、もう消した、消したデリートしました、はい、チンコ切られたら死ぬ、あ、まあそうだろうな、出血が止まらないだろうな、そろそろ寝るか、そろそろ寝ます。皆さんお疲れ様でした。ちょっとね、さっき花火上がった時に花火のダンベルやらなかったんで、まとめてやろうと思います。どこだ、花火2発、はい、もうそろそろ終わりにしたいと思います。あー、そうなんだ、安倍沙汰は昭和の愛人のチンコ切り落として実際にします。お疲れ、最後に花火のダンベルやって終わりにしたいと思います。今日も皆さんありがとうございました。たくさんのフォロワーさんありがとうございます。一緒に歴史を作っていきましょう。いや、じゃあ腕が太くなってくんだよ、見てこれ、これをやっぱみんなで作っていく腕だから、これみんなで鍛え上げて、こんなになったんだよ、全然違くない？あのさ、細かった細かった腕がさ、太くなってるでしょ、わかる？これをみんなで作ってこうよ、うん、このかっこいい、そのオーランドブルームみたいな、わかる、うん、よし、行きます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、16回、ありがとうございます。それじゃあ皆さんおやすみなさい、また明日、ありがとうございました、お疲れ様です。動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。